はい、喧嘩術はですね、今までの既成の一般に言う武道とそういうものとは少し趣が違います。基本的にスポーツとして戦うとか、何かルールを定めて戦うとかそういうことはありません。あくまで日常の中での戦い、武道を戦いの中、日常の中でどのように生かしていくかと。まず第一に一番中心になっているのは意外に思われるかもしれませんが、考え方、いわゆる戦うための技、技術よりもどのようなプロセスを追ってその戦いに臨むかという考え方を中心に教えております。生活の中での戦いですので、何かトラブルがあった場合戦うか、その前にトラブルにならないようにするにはどうしたらいいか、つまりトラブルの避け方、そしてトラブルになった場合でも戦うか戦わないかと、そして万一戦わなければならないと決まったような場合でも必ず勝てるという確信があるとき以外は戦わない、確信がないときにはあえて逃げることも可能です、むしろそちらをお勧めしますという考え方です。具体的には一般のスポーツというのは、まず第一に審判が試合を始めるという感じで始めますね。そしてもちろん試合場そのものがある場所に設定されています。そして試合を始まるのも終わるのも全て審判がいわゆる取り仕切るわけですけれど、喧嘩術の場合はまず場所そのものが日常生活ですから設定されておりません。そして試合を始めるのも、そしてもちろん戦うのも自分ですし、そしてそれを終わる終えるというのも自分で決定するわけです。一口に言うと選手と審判を両方自分でやるという考え方をするというのは大きな違いです。その戦いがもしするということになっても終わった後どうするのか、日常生活の中に全く無関係で終わるというようなことはむしろ少ないわけですので、まあ、いわゆる相手との和解といいますか、まあ平たく言うと手打ちというところまで考えて喧嘩というのをやるもんだというふうに考えております。ほとんどは喧嘩術の場合は今言いました考え方というものを中心に教えます。そして武術としての体の動きですとか技術とかいうのはむしろ半分以下という考え方で行います。いわゆるどのようにその状況を考えるか、その場所場所の状況においてどういう戦い方をしたら方がいいのか、そういうことを中心に教えると。例えばこの場所であれば今こうしてね、谷川さんからインタビューを受けてますが、これが突然トラブルになった時どうするのかと、なんせこのねカメラが回ってますから、ここではむしろこんなでっかい人と戦わない方がいいなと思えばこれを笑って過ごすと、そして部屋を出て廊下行ってからそれになるものでこうやってボンと降らすという、そういう考え方をしますね。ですから状況を考えるというのは全てのこの場所の環境を利用する。でこの場所が自分にとって有利でないとするならば、この環境を場所を変えて行う。今電車に乗っている時ですと、まず第一に私は今でもそうですが、電車に乗ったら必ずさっと水を出してコウモリ傘ですとか、いわゆる傘なんかを持っている人はいないかなというのは必ずチェックします。それはなぜかと言いますと、いわゆる長いものというのはどうしても有利ですので、いざという時それを自分の武器にするかしないかと、そういったものを持っている人が近くにいるかいないかと、いうようなことは大事な、その環境を物化する場合の前もって段取りですね。戦いは段取りで全てです。はい、もう7割8割は段取りで決まると。格闘技の技術が役に立つ場面というのは当然あります。例えばその本当に戦う場面で相手を投げるとか、状況においては相手を突くとか、いう時にはそういう訓練というのは役に立ちますが、何度も申し上げるようにその技が役に立つような状況を作る、いわゆる段取りをする、それの方がはるかに大事ですから、テクニックといいますかね、喧嘩術の講談者になるという考え方をすれば、喧嘩の勝つコツは8割9割は段取りだ。ただ、はい、非常にシンプルな技が多いですね。ただ押すだけとか蹴り飛ばすだけとか、まあ、もちろんね相手の小手を使って足をかけて投げるとか、そういうのもあります。確かに。しかし多分一般でいう武道の観念からすると非常に
シンプルな単純な技が多いですね。技はシンプルな方が使いやすいと思っております。極めて重要だと思います、むしろそれが半分以上の技を占めるというふうに考えます。本格的に武道をやっておられるような人たちからすると、そんなもの技のうちに入らんぞとおっしゃられれば確かにそうかもしれませんが、実際にはそれぐらい単純なシンプルな技の方が私は使いやすい。いわゆるあのインパクトをかけて蹴って、相手を KO する、急所を蹴って KO するとか、そういうのではなくて蹴って相手を押す、手で押す、あくまで相手の体を移動させると。そしてその時に例えば後ろにこんな椅子でもあれば椅子に足を絡めてひっくり返すとか、人を押すというのは非常に単純明快ですけれど非常に重要なテクニックだと。喧嘩の上手な人というのは段取りですね、状況判断がうまいと言いますか、まず状況判断が第一、2番目に戦うと決めた時は何が自分の武器になるか、もしくはいわゆる有利な条件になるかという状況判断、その組み立てですね。そして最後は決断、どうするかという。で最後は何らかの後処理といいますか、全然知らない相手だったらともかく逃げちゃうと、少しでもお互いに顔見知りだったらともかくそこで和解をする、その和解をどうやってするかということまで考えて行うということですね。